皆さんおはつーん、てつんでーす。今回は知っておくときっと X 隊でも活躍できる小ネタ、小技をいくつか紹介していきます。X 隊に行こうとしていないエンジョイ勢の方もね、知っておくとめちゃくちゃに便利なので、皆さん最後まで見ていってください。全部で5つかな?ありますので、サクッと紹介していくね。このチャンネルではね、このようにスプラトゥーンの攻略に役立つような情報を多めで動画を作っておりますので、よかったら今のうちにね、チャンネル登録、高評価、通知のオンをしておいてくれると嬉しいでーす。てなわけでやっていきましょう。知っておくと X 隊でも活躍できる小ネタ。1つ目、ビーコンは策的にも使える。ビーコンには味方が飛べる以外にも周囲の敵をマップに移すという効果を持っています。これを使うことで遮蔽に隠れている敵を見つけたり、ビーコンに飛ぶ際敵が待ち構えていることが分かるので反撃することもできます。なので敵ビーコンは見つけたら即座に壊しましょう。一バレしちゃうからね。そしてビーコンは置いた本人とサブがビーコンの味方は1回だけ飛べて、それ以外の味方は2回飛べるようになってるんですけれども、1回飛んだらね、マップとビーコン本体のランプが1つ消えます。ランプがね、1つの敵のビーコンがあったら近くに敵がいる可能性がありますので、注意してね、策敵をしておきましょう。2つ目、これもまたビーコンについてなんだけれども、ビーコンはパターンのギアよりサブ性能アップのギアを積んだ方がビーコンに早く飛べます。このギアってみんなジャンタンって呼んでるの？僕スパタンって呼んでるんだけど、どっちで呼ぶ方が多いんだろう。サブ性能アップ1でジャンプ短縮 1.2 くらいの効果があったと思う。しかもね、味方全体に効果があるので、サブがビーコンの人はね、ジャンタンよりサブ性能アップつけてみましょう。お次3つ目、またまたビーコンについてです。ビーコン動画にした方が良かったかな。ビーコンに飛ぶときはイカ状態で飛ぼう。実はビーコンに飛ぶとき、人状態よりイカ状態の方が早く飛べるってことを知ってました。比較するとこんな感じなんやけど、割と差が出るでしょ。前線に復帰するときとか、敵に追われてて逃げたいときとか、数秒の差がね、勝敗を分けるので意識して使ってみましょう。これはね、誰でもできることだからね、しっかりと覚えておいた方がいいね。お次4つ目、味方へのスパジャンは最初に分かる。マッチ中にスパジャンって何回くらい使いますか？前線武器だと多めになるのかな。ぜひともねコメントで教えてください。というかさすがにスパジャンの使い方くらいは知ってるよね。 X ボタンプラス十字キープラス A で使えるんだったよね。でこの十字キーで飛ぶ味方を選べるんだけど、最初のスポナーからのジャンプの画面で、すでにね、どの味方がどの十字キーで飛べるかっていうのは決まっております。上の方のね、使用している武器が分かるところを見てほしいんだけど、ここの左側の味方から左矢印キー、上矢印キー、右矢印キーとなっています。ついでに下矢印キーはリスチに飛べるようになっています。これを把握しておけば瞬時に味方にジャンプすることができます。特にね、後衛武器の味方を覚えておくと比較的安全に飛べるのでおすすめです。とっさに使えるようになれば完璧やね。でお次5つ目、プリンクラーは放置しておくと弱くなる。プリンクラーは勝手にインクをばらまいてくれる優秀なサブなんですけれども、出してずっと放置していると徐々にインク放出量が減ります。出して最初は勢いよくインク出すんだけど、5秒くらいすると少しだけインクの出が悪くなります。ここからさらに10秒くらい経つとスプリンクラーが稼働し寸前になります。カックカクすぎんかこれ。こういった仕様なので、スプリンクラーを使う際は15秒以内にまたね、新しいスプリンクラーを出すと効率がいいまま濡れるようになります。まあ基本的に15秒以内に敵に壊される希望するんだけどね。てなわけで紹介は以上です。いかがだったでしょうか。一つくらいはね、知らなかったなっていう小ネタ小技あったんじゃないんでしょうか。今回ね、身につけた新しい知識でスプラトゥーンもっと上手くなっていきましょう。このチャンネルではこのようにスプラトゥーンの攻略に役立つような情報を多めで動画作っておりますので、よろしかったらね、チャンネル登録、高評価、通知のオンのほどよろしくお願いいたします。てなわけで今回はこの辺でバイバーイ。